第3球を投げました。打ちました。これはセカンド正面、セカンドから一塁送球。阪神 OB を転生させて最強チームを目指す。記念すべき最初のドラフトは江川選手を獲得。2年目から開始です。開幕オーダー。1番セカンド中野、2番レフト小野寺、3番センター近本、4番サード佐藤輝明、5番ファースト大山、6番ライト井上、7番ショート高寺、8番キャッチャー坂本、続いて先発投手陣。先発伊藤将司、先発西純也、先発西勇輝、先発村上、先発青柳、先発才木、勝利の方程式セットアッパー石井、セットアッパー岩崎、クローザーゲラ、留学選手が帰国、森下選手のパワー前に到達。今季は順調にペナントレースを進め、独走で優勝を決める。クライマックスシリーズを無事勝ち上がり、日本シリーズは2年連続でソフトバンクホークスとの対戦です。ソフトバンクホークス対阪神タイガース、日本シリーズ第1戦の模様をお送りいたします。ホークス左の阪神先発は大竹投手。ホークス打線相手に次がラストボール。投げました。初回をしっかりと三者凡退に抑えると、アウト、スリーアウトチェンジ。その後も好投を続け5回を無失点で試合を作る。ファーストこれは守備範囲内、大山一塁踏ん、第6球を、しかし攻撃陣は狂わずゼロ更新が続く。マウンド上ピッチャーは6回から阪神は継投策に、第3球を投げた、両者無得点のまま試合は終盤へ。ショート落下点掴んで、これで3アウト。第4球を投げた。9回3番近本選手、入れば先制だ。さらに伸びていく。均衡を破る一発で先制点を挙げると、先制ホームラン、ライトスタンドへ吸い込まれていった。ついに均衡が破られました。第6球、その裏はしっかりと抑えて阪神が初戦を制する。これは守備範囲内、アウト。ゲームセット。ホークス日本シリーズ第2戦、ペイペイドームです。福岡ソフトバンクホークス対阪神タイガース、日本シリーズ第2戦の模様。第1球投げた、初球打ってきた、クリーンヒット。1対1で迎えた2回、ソフトバンク打線が爆発し3点を取得。この日先発となった新人の今は投手は2回4失点で無念のノックアウトとなる。取りました。中継近藤、第5球投げました、打っ
それでも直後の3回、佐藤選手の2点タイムリーツーベースで1点差とすると、6回、ランナー1塁に置いて小畑選手は長打を放つ。二塁三塁となったところで井上選手、ライトスタンドへの一打で逆転に成功する。さらに7回にも1点を追加した阪神は、中継ぎ陣がソフトバンク打線を0点に抑え逆転勝ち、敵地で連勝となる。第3戦、阪神タイガース対福岡ソフトバンクホークス、日本シリーズ第3戦。第5球投げた、打ちました。阪神先発の西選手は3回に1点を失う。ボールが転がる、センターからセカンドへ、ホークス1点先制。1対、投球これから4球目。一方、打線は4回に佐藤選手のスリーベースでチャンスメイク。バッターランナーは一塁決定、二塁へ、中継、三塁送球、佐藤スリーベース。しかしこのチャンスを生かすことはできず、空振り三振。一点ビハインドのまま6回、強い当たり、入れば同点だ。伸びた、伸びていった。近本選手の一発で同点とする。さらに7回は先頭の小野寺選手がヒットで出塁すると、小畑選手はショート右への鋭い当たり、これがフェンスまで到達し、一塁ランナーが一気にホームイン。これが決勝点となり1点差で勝利、日本一に王手をかける。第4戦、日本一が決まるのでしょうか。阪神タイガース対福岡ソフトバンクホークス、日本シリーズ第4、第5球投げた。阪神は初回、先頭の中野選手が出塁する。中野、ホークスには森下、第9、中野走った。しかし盗塁失敗。さあ5球目打った、これは強烈、入れば。チャンスついえたかに思えたが、ツーアウトから近本選手がライトポール際への一発で先制に成功。しかし阪神先発の村上投手は3回に1点を失うと、さらに4回には逆転を許す。それでもその裏、得点圏にランナーを置いて坂本選手、センター頭上を越える当たりで同点に追いつくと、第6球を投げました。打った、痛烈な当たり。代打小野寺選手のヒットでチャンスを拡大。投球これから7球目、ランナースタートを切った、打った、これはいい当たりだ。ツーアウト後、森下選手に勝ち越しのスリーランホームランが飛び出す。スリーランホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった。反対棒のアーチ、森下ヒット。その後1点を追加した阪神は8回、石井投手、掴んでこれでスリーアウトになります。第3球を、9回はヘラ投手が抑え勝利。梅村掴んだ、一塁送球、あーっと送球それた、アウト、試合終了です。阪神日本一、日本一の栄冠に、今季の日本シリーズは4連勝で日本一を決めました。ついにタイガースがやりました。見事シリーズ4連勝、4回目での日本一決定となりました。たどり着きました、ドラホー瞬間を迎えています。見事日本一となったタイガース、連覇へ向けて選手たちのオフシーズン、西選手は最多勝、勝率1位、最優秀防御率の3冠。石井選手は最優秀中継ぎに。近本選手のベスト9、ゴールデングラブは2年連続。また大山選手も2年連続でゴールデングラブ。そして近本選手は盗塁王も獲得。今季は2位と10ゲーム差をつけて優勝。契約更改。ノイジー選手、木浪選手、梶谷選手を自由契約に。
現役ドラフトではロッテの山本選手を獲得。そして漆原選手が楽天に移籍。ドラフト会議では天性選手の黒田さん、大橋さんが登場。阪神のドラフト1位は天性選手の石峰さん。晩年を阪神で過ごした選手。今季は3名獲得。FA は青柳選手と残留交渉の末、2億8000万の2年契約で残留。自由契約からの獲得はなし。海外留学は井川選手と井上選手をアメリカへ。オフシーズンの移籍はこの通り。今回はここまで。